アラン・デイビッド・ソーカルは、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの数学教授と、ニューヨーク大学の物理学教授を兼任する学者。専門は、統計力学と組み合わせ数学。一般には、ポストモダニズムへの批判者として最もよく知られる。1996年、デューク大学出版が発行するソーシャルテクスト誌に意図的に無意味な論文を投稿し、実際に掲載されるというソーカル事件を起こしたことで有名になった。また、ポジティブ心理学で用いられる臨界ポジティビティ、比率概念を批判している。ソーカルは1976年にハーバード大学で学士号を、1981年にプリンストン大学で博士号を取得した。プリンストンでの指導教員はアーサー・ワイトマン。1986年から1988年にかけては毎年夏にサンディニスタ政権下のニカラグアに滞在し、ニカラグア国立自治大学で数学を教えていた。ソーカルは数理物理学と組み合わせ数学を研究している。特に統計力学と場の量子論から生じる問題に基づき、数理物理学と組み合わせ数学の間の相互作用を扱っている。最式多項式やトゥッテ多項式についての業績があるが、これらは代数的グラフ理論と統計力学における相転移についての研究の両方で扱われる。計算物理学とアルゴリズムに関心を持っており、統計物理学におけるマルコフ連鎖モンテカルロ法などに注目している。量子的自明性についての教著書もある。2013年、ソーカルはニコラス・ブラウンとハリス・フリードマンと共に、ポジティブ心理学でよく用いられる概念であるロサダラインを否定する論文を発表した。提案者のマーシャル・ロサダにちなんで名付けられた、この概念は、個人の抱くポジティブな感情とネガティブな感情の比率の臨界域を意味するもので、この域を超えると人が適切な生活と職業的成功を得られる傾向が高まるとされる。この臨界ポジティビティ比率という概念は、バーバラ・フレデリクソンのような心理学者たちによって頻繁に引用され、一般に広められた。ソーカルら3名による教著論文は、アメリカン・サイコロジスト誌に掲載されたもので、臨界ポジティビティ比率は誤った数学的推論に基づいており、妥当性を持たないと主張した。ソーカルは1996年のソーカル事件によって一般には最もよく知られている。ポストモダン・カルチュラル・スタディーズ系の雑誌、ソーシャルテクストには当時、査読制度がなかったが、この雑誌が編集者のイデオロギー的土台におもねった。応募論文を掲載するかどうかを試すため、大げさだが、実のところ全く意味をなさない文章を、ソーカルは提出した。タイトルは、境界の審判、量子重力の変換解釈学に向けて。ソーシャルテクスト誌は、実際にこの論文を掲載し、出版してしまう。その直後、ソーカルは、論文がいたずらであることを、リンガフランカ氏に暴露し、左翼と、社会科学は理性に基づいた知的土台によって裏付けられるべきだと主張した。雑誌を欺いたことについてソーカルは左派とポストモダニストたちから批判を受けたが、それらに対して自分の動機は左翼を流行かぶれから守ることにあると答えている。この事件はポール・グロスとノーマン・レビットが1994年に出版したHigher Superstitionと合わせてサイエンスウォーズの一部だと考えられる。1997年、ソーカルはジャン・ブリクモンと共にフランス語でImpostures Intellectuellesを上梓した。この本では一部の社会科学者による科学的、数学的概念の誤用がやり玉に挙げられており、また科学社会学におけるストロングプログラムの支持者が真理の価値を否定しているとして批判されている。この本の書評では対照的な評価が見られ、一部はソーカルらの努力を称賛し、またそれ以上の多くは判断を留保した。2008年、ソーカルはこの事件とその含意を振り返る著書、ビヨンド・ザ・ホークスを発表した。一方で、ソーカルとブリクモンは言及を受けた哲学者たちから科学的概念を乱用していることを批判している。一方で、批判対象である哲学について、基礎的な理解を欠いている、あるいは誤読しているという趣旨の批判を受け、一部の科学者からも、ソーカルたちの手法について、批判の声が見受けられた。ジャック・デリダも、こういった困難の度合いを正確に測るために読むべきであったテクストを彼らは読んでいないと考えざるを得ません。おそらく彼らには読めなかったということでしょう。彼らは全く読んでいないのですよとインタビュー内でソーカルたちの誤読について批判的に言及している。ありがとうございます。